本女優は、日本の医師、医学者。学位は、医学博士。京都大学名誉教授、高等研究院副研究院長、特別教授、京都大学ん免疫総合研究センター、初代センター長、静岡県公立大学法人顧問、富士の国地域医療支援センター理事長、公益財団法人神戸医療産業都市、推進機構理事長、 お茶の水女子大学学長特別昌兵教授。日本学士院会員、文化功労者、文化勲章受賞者。京都市生まれ、山口県宇部市育ち。京都大学医学部副主、東京大学医学部助手、大阪大学医学部教授、京都大学医学部教授、京都大学大学院医学研究科教授、京都大学大学院医学研究科研究科長。 京都大学医学部学部長、内閣府総合科学技術会議議員、静岡県公立大学法人理事長、先端医療振興財団理事長などを歴任した。免疫チェックポイント阻害因子の発見と、がん治療への応用により、2018年にノーベル生理学・医学賞をジェームズ・ P ・アリソンと共同受賞した。クラススイッチ組み換えと体細胞突然変異によって、 抗体が作られるメカニズムを解明した。また、世界で初めて活性化誘導七ンデラミナーゼを発見したことでも知られている。さらに、PD-1 を阻害する顔免疫療法を開発したことから、後に免疫チェックポイント阻害剤であるニボルマブの開発につながった。これらの功績から日本学士院会員や文化功労者として検証され、 2013年には文化勲章が授与されている。2018年にはノーベル生理学・医学賞が授与された。母校である京都大学をはじめ、東京大学、大阪大学にて教鞭をとり、後進の育成に力を注いだ。長年にわたって勤務した京都大学では、医学研究科の研究科長や医学部の学部長など、養殖を歴任。 京都大学に2020年4月1日新設される、がん免疫総合研究センターのセンター長に就任予定である、静岡県立大学などを設置、運営する、公立大学法人では、理事長に就任した。また、先端医療振興財団とその後ろ身である、神戸医療産業都市推進機構においても理事長を、務めた。1942年、 京都府京都市にて生まれた。太平洋戦争末期の1945年、父の実家がある富山市で富山大空襲に会い、自宅が焼ける。避難していた防空壕に焼夷弾が命中したが、防空壕の底に水が溜まっていたため不発だった。もし爆発していたら私はこの世にいなかったと思うと述べている。その後、母に抱かれながら富山市から 母の実家がある、魚津島で避難した。戦後、医師で、山口大学医学部教授を務めた父の仕事の都合により、山口県宇部市で育つ。山口県立宇部高等学校を卒業後、1960年、京都大学医学部医学科に入学、1966年には、京都大学医学部医学科卒業。両親は共に、富山県出身。 本籍もと山市花園町にある。大学生時代は、同期の中西茂太だらと知り合う。また、かつて父の同僚であった、柴谷敦弘の著書を読んで感銘を受け、柴谷に会いに行ったこともあったという。父や柴谷らのアドバイスを受け、早いし治むの門下となる。1966年、京都大学医学部医学科を卒業し、京都大学医学部附属病院にて、 インターンに従事する。1967年、京都大学大学院医学研究科整理系専攻に進学した。博士課程では、早石の下にいた西塚康美より指導を受けた。また、大学院在籍中に、医師国家試験に合格している。1971年、京都大学大学院の医学研究科を修了した。なお、1975年に、 京都大学より医学博士号を取得している。2018年10月11日、中央合同庁舎第7号館にて大学院終了後、京都大学医学部にて副主となる。1974年には東京大学医学部の助手を務めた。その間、カーネギー研究所にて発生学部門の客員研究員を兼任したり、 アメリカ国立衛生研究所参加の国立省に保健発達研究所にて分子電学研究室の客員研究員を兼任したりするなどアメリカ合衆国の研究機関の客員としても活動した。1979年大阪大学の医学部にて教授に就任した。また、1982年より京都大学医学部の教授も併任し、 1984年から京都大学医学部教授が本部となる。京都大学では遺伝子実験施設の施設長なども務めた。また、1989年から1998年にかけて、弘前大学の医学部の教授も併任していた。1995年より、京都大学大学院の医学研究科教授が本部となり、研究課長や学部長などを歴任した。 2005年より京都大学大学院の医学研究科にて特任教授に就任し、2006年には同研究科の客員教授となった。2017年5月1日からは京都大学の高等研究院にて特別教授を務めることになった。2020年4月からは京都大学が免疫総合研究センターのセンター長に就任。 2011年12月15日、内閣府総合科学技術会議の会合にて、内閣総理大臣、野田義彦、総務大臣、川端達夫、内閣府特命担当大臣、古川元久良と、大学以外の公職も多く務めており、1999年から2004年まで、文部省にて高等教育局の科学官を閉任した。また、2004年から、 日本学術振興会にて学術システム研究センターの所長を併任し2006年からは内閣府にて総合科学技術会議の議員を併任した2012年からは静岡県立大学や静岡県立大学短期大学部の設置者である静岡県公立大学法人の理事長を務めているなお2017年5月より 京都大学の高等研究院にて、常勤職である特別教授に就任することになったため、静岡県公立大学法人の理事長を、兼任し続けるのは困難と判断し、同年4月30日に理事長を退任することとなった。なお、理事長退任後は、静岡県公立大学法人の顧問を務めている。また、富士の国地域医療支援センター理事長である。 寺尾俊彦の死去に伴い、2013年1月8日に、公認の理事長に就任した。こちらの理事長については、京都大学高等研究院の特別教授就任後も引き続き在任した。その他、先端医療振興財団にて副理事長を務めて、きたが、井村博の公認として2015年7月1日に、理事長に就任、同財団は2018年に、 公益財団法人神戸、医療産業都市推進機構へと発展改組されたが、理事長は本所が務めている。クトラ4や PD-1 による、ガン免疫療法2013年11月3日、文化勲章新授式後に高市の国文学館館長、中西進む、初夏高木政学、東北工業大学理事長、岩崎修一、俳優、高倉健と、皇居宮殿到底で、 記念撮影。2000年には文化功労者として検証されており、2005年には日本学士委員会員に選任されている。日本学士委員は、本所の主要な業績について、リンパ球が抗体遺伝子にクラススイッチ組み換えと体細胞、突然変異という遺伝子改変を導入し、ウイルスや細菌などの病原体の認識と排除に、 最も適した抗体を作る仕組みを解明しましたと説明するとともに活性化誘導ジ人でアミナーゼを発見しそのメカニズムの全貌を明らかにしたことは国際的に高く評価されていますと称えている1984年 T 細胞表面のイルマイナス二受容体を単離し続いてクラススイッチを制御するサイトカインのイルマイナス四やイルマイナス五の遺伝子をクローニングし その延期配列を解読した。また、京都大学本所研究室のメンバーであった石田康正らは1992年、免疫細胞の一種である T 細胞の細胞子が誘導される際、T 細胞表面での発言が増強される PD-1 という分子とその遺伝子を同定、命名した。その後の研究で PD-1 は、 抗原定時細胞などの表面にある PDL1 という分子と結合し T 細胞による免疫反応を抑制する機能を有することが分かった。さらに驚くべきことに多くのがん細胞がその表面に PDL1 を発現していることが発見された。つまり、がん細胞は自分の持つ PDL1 を PD-1 と結合させ T 細胞の機能を抑えることで 自身を排除しようとする免疫から逃れているという仕組みが明らかにされた。もし PD-1 に対する抗体を作成し、癌細胞より先に PD-1 に結合させれば、癌細胞の PDL1 は抗体に邪魔されて PD-1 に結合できない。すると癌に対する T 細胞の免疫が抑制されず、癌細胞が免疫から逃れることができなくなる。 その結果癌細胞は T 細胞の免疫反応により排除される。その戦略に基づき、ヒトコウ PD-1 抗体として、ニボルマブ、ペンブロリズマブといった免疫チェックポイント阻害剤が製品化された。免疫チェックポイント阻害剤は従来の癌治療戦略とは異なる。画期的な治療として臨床医学に応用されるようになった。具体的には、 従来切除不能であると、有効な治療がほぼなかった悪性黒色種の治療で大きな成果を上げた。また、胃がん、肺がんなどの患者数の多いがんにおいても、従来の治療法で効果のない患者の一部に対して、ある程度の効果が得られることが分かってきた。免疫チェックポイント阻害剤は、理論上あらゆるがんに対し効果が出る、可能性があり、 現在も様々な癌に対する効果が検証され治療に使われ始めている。生体の持つ免疫機能を利用して癌を治療しようとする癌免疫療法はこれまでにも様々な方法が存在していた。しかし大規模臨床試験などで誰の目にも納得できる有効性が確かめられたことはなく高額であるにもかかわらず効果の不確実な治療であった。 免疫チェックポイント阻害剤は、免疫療法の中で初めて確固たる効果が確認され、手術、化学療法、放射線療法という、それまでの癌治療法に、癌免疫療法という、新たな選択肢を設けることに成功しつつある。熱狂的な阪神タイガースファンで、2004年に発足した岡田明信の講演会、京都岡田会の会長を発足当初より務める。 京都岡田会は、岡田元監督の講演会の一つで、本所以外に、前原政治衆院議員や、稼働川対策京都市長など、京都ゆかりの文化人や、政治家が80名所属している。ノーベル賞受賞翌日の2018年10月2日、MBSK、ビビットの取材に応じ、低迷する阪神の指揮官の交代と、藤波を使うことを生放送で訴えた。 2020年は、阪神が9月24日時点で2位の高成績にありながら、巨人には4勝12敗と大きく負け越していることを受けて、2020年9月24日に、東京スポーツの独占インタビューに応じ、ストライクゾーンなど巨人に有利な判定をする審判を撲滅するための判定 AI システムを開発したいと語った。趣味はゴルフで、京都ゴルフクラブに通っている。 京都岡田会のメンバーで毎年ゴルフコンペを開いており、岡田明信元阪神タイガース監督とはゴルフ仲間である。オプジーボの特許料をめぐって、小野薬品工業と対立しており、2020年6月、小野薬品工業に対して約226億円の分配金などの支払いを求める訴訟を提起した。2014年の発売以降、 毎年1000億円近くを売り上げるオプジーボの特許料が不当に安すぎるとして本所は受け取っていない。しかし本所が受け取りを拒否したために小野薬品工業が法務局に教託という形で預けていた2018年までの4年間で約22億円に上る特許料が大阪国税局から本所の収入とみなされ、 本所は2020年に深刻漏れを指摘されて約7億円の追徴税を支払うことになった。本家は富山県富山市の浄土新州本願寺派本庄、山仙商寺。ノーベル賞受賞会見で富山県の寺院がルーツである自身の家系に触れ物事を突き詰めて考える人が多い家系。自分はその遺伝子を受け継がせてもらって感謝していると述べている。 2010年8月26日、内閣府総合科学技術会議議員、藍沢桝雄らと。2011年11月2日、韓国国家科学技術委員会にて、内閣府総合科学技術会議議員、藍沢桝雄、奥村直樹、青木玲子、中鉢義春らと。2018年10月11日、内閣府特命担当大臣、平井拓也と。 ノーベル賞受賞に際して、文部科学賞より公表された肖像写真、ありがとうございます。